彼が今回舞台とするのは宝石のパーティー。そこは怪盗の姿を心待ちにする多くの客人でにぎわっています。探偵の目をすり抜け、鮮やかに宝石を奪いに行く怪盗。果たして彼が宝石を盗む本当の目的とは。さあ、まもなくパーティーの始まりです。よろしくお願いします。セーリング神戸の舞台にて赤い宝石をいただきに参ります。華麗なマジックであなたの心も奪って差し上げます。それではパーティーでお会いしましょう。今宵のパーティー、どうぞお楽しみください。さあ、皆さん、ようこそお越しくださいました。皆さん、お待ちかねの宝石をどうぞ。まあまあ、奴はどこにいる。痕跡一つも逃さない、たった一つの真実見抜く。この街道をくまなく探せ、どうぞしろ。いたしましょう。ついに現れた怪盗。彼の視点の先にあるのは。驚くのはまだ早い。私の書をちょっとご覧あれ。あなたに向けたい輝く世界があるから。目を閉じて進む先へ、夜空の向こうに連れてくから、さあ行こう。どうしたらいい。近畿大学先進の皆さんでした。続いて踊っていただくのは兵庫県三田市よりさん。